ヨハネス十二世は、ローマ教皇。教会官用名はヨハネ。ローマの支配者、アルベリーコ二世と、イタリア王、ウーゴの娘アルダとの子で、本名は、オクタビアヌスである。母方の血縁により、フランク王国のオーカール大帝の七世紀の子孫に、当たる。父、アルベリーコが、ローマ貴族に誓わせた制約に基づき、年月日、歳で、 教皇に即位した。若年での強行就任は、家柄の良さによるものであって、必ずしも、個人的資質や信仰心によるものではなかった。なお、即位した時に、初代ローマ皇帝をクタビアヌスに由来する自身の名を、教皇名とすることをためらったのか、新たに、ヨハネスと改名している。夫一世と会見する、ヨハネス十二世ぐるを知らず、世間知らずな若者であった。 ヨハネス12世は、強行になった後、周辺の事情も考えずに無謀な強行領拡大に乗り出して、後に、イタリア王ベレンガーリオ2世となる、イブレア編強迫ベレンガーリオと戦って、大敗を喫し、逆に攻め込まれる羽目となった。旧たヨハネス12世は、東フランク王国の国王夫を問そして、この見返りとして962年2月2日、 オッとーに対し、ローマ皇帝の定官を与えた。これが、新生ローマ帝国の始まりである。オッとー一世は新たに教皇領を寄進したが、同時に皇帝に忠誠を宣誓してからでなければ、教皇職には除任されないと定めた。ここに至って、オッとーに範囲を抱いた、ヨハネス十二世は、今度は、旧敵、ベレンガーリオと手を結んだが、これは、 オットー一世の進化によって事態が露見した。ここに至って、教会内部でも、ヨハネス十二世に対して、反発の声が上がり、不満を持つ者も多く現れて、963年、ヨハネスは皇帝オットー一世によって、教皇範囲を宣告され、ローマから追放された。公認の教皇として、レオが即位した。オットー一世がローマを立った後、すぐに、 ヨハネス12世はローマへ帰還した。そして、レオ8世を追放して、福井を宣言したものの、間もなく27歳の若さで死去した。964年5月のことであった。ヨハネス12世の突然の死について、当時のローマでは、ジョージを交わした人妻の夫によって殺されたという噂が流れた。ヨハネス12世の治世した。 ローマ教会と教皇の権威は急落した。これにより、ローマイコールカトリック教会において、鉄の世紀と呼ばれる暗黒の時代が始まった。ありがとうございます。